木村賢治は日本の心理学者、教育者。稚内北西学園、北西学園女子短期大学の学長を務めた。専門は特殊児童心理学で日本における障害児教育の先駆者の一人。北海道夕張市出身。1935年、北海道札幌市半学校を卒業して、深川尋常高等小学校の教員となる。 しかし、キリスト教徒のため天皇礼拝を拒んだことなどが、原因で1937年に辞職し、同年に上京して、東京市内の人情小学校の多様教員などを、務めながら1943年に、法政大学法文学部を卒業した。法政大学商業学校教員などを経て、1951年に、北海道大学教育学部の助教授となる。 1954年からは、北西学園が開設した一年生の幼児、教育専修学校で、教育心理学の講義を担当している。1962年に、北海道教育大学札幌文校の教育学部教授となり、付属小学校、中学校の校長も務めた。北西学園大学学長の勧めや関係者の、彰声を受け、 1973年3月1日に、北西学園上司短期大学の学長に就任した。当時、母体の北西学園は、多額の負債を抱えており、事務機構の改革などに着手している。1984年には、か内市による大学誘致を受けて、か内北西学園短期大学設立準備委員会の準備室長に就く。 1985年に、北西学園女子短大の学長を退任した後、文部省との交渉を経て1987年に、稚内北西学園短大が開学するとその、学長に就任した。当初は、大幅な定員割れなどに直面したものの、4年生大学への移行の礎を築いて1999年に退職している。ありがとうございます。